でもなんかゆうちゃんのいい話してしまうねんけど、いいよ、いい話してしまうのダメで、聞いてくれ、いや聞くのこれ、それなんでこうなん、こっちなんなんでこうなん、だから心臓さえもな、二重にこうでこう、そんな聞きたくないんな言っていいよ。いや、その後輩とさ、やっぱり N めっちゃ最初真面目だったよ。真面目だった、うん、真面目で、そう、サガハルとかがすごい引っ張ってくれて、うん、チームとして真面目で、うん、まとまりすぎてるなみたいな悩みが最初あって、うん、なんかそれどうにかできひんかな、やっぱ先輩が多いから先輩の空気感やんなみたいな言ってた。そうそう、話になって、で、なんかゆうちゃんがじゃあ私こうするわみたいな感じで言い始めるわけでもないけど、うん、なんか急にそういう後輩のいじりをもう全力で受け止め始めて、でみんなやっぱ安心して言えるようになって、でも私たちはもともとさ、いじってたけどさ、やっぱこれがあのなんていうの、いい人先陣を切っていじることで、みんながそのなんかゆうちゃんの優しさに気づいて、今後輩と先輩の距離がぐって縮まったな。だからゆうちゃんなんかさ、あんま言わんけどさ、なんかそういうのをちゃんとあの行動で示すタイプなんやなみたいな思ったよ。ありがとう。アイス食べたい。アイス食べたい。それは一番下を取るべきやで。ですよね。それは一番です。でも本当に、いや嬉しい。真面目な話したら明日です。あ、静かになっちゃう。ちょっと思うんですよ。嬉しいね。